およ、おい、久しぶり。久しぶりでもないか？声変わった。嘘、変わってないよ。引っ越したよ、ついに。反響してる？どうこれ。結構反響しないように、ちょっと、工夫はしたんだけど、反響してるかな？反響しとる？反響しとるか。BGM なし？え？ BGM ついてないやん。そらついてないわ、ここや。少しだけ反響してる？あ、でもそんなに、あれか。でもそんなに目立たないか。反響も。もう汚れた？いや、毎日、来てからは毎日3周はしてる。BGM 小さい？嘘。どうして？機材変わってないのに BGM のバランスちっちゃいことあんのこれ。大丈夫？これぐらいで OK？ ゲーム音とかもこの感じだったらなんか変に変わってんのかな。なんでだろう。何も変えてないことないわ。なんか一瞬変えたんだよな。でも戻したんだよね。で一瞬変えた時に音いじったから多分それやん。一人寂しい。寂しい。普通にママーってなった。うちの声ちょっとでかくなったかも。多分マイク近いからかな。泣いた？泣いてねえよ。さすがに泣いてねえよ。ホームシックで、もうホームシックで泣く年齢ではない。ホームシックで泣いたの最後14歳ぐらいや。14歳ぐらいに山に置いてかれた時泣いたわ。さすがに。一人で生きていける？生きていけてるね、ギリ。まあ、でも、まあ普通に引きこもってる。なんか外に出たりするのかなと思ったけど、だいたい必要なものはアマゾンで買っちゃった。買い物行こうかなとか思ったりしたんだけど、どこで何買えるかわかんないから出てない、結局。いや、マジでえぐい。でもね、ついにね、今日来た。マットレスだけ。で、さっきマットレス開けて、一生懸命マットレス開けるのに3時間ぐらいかかったんだけど、マットレス開けて、さっき寝てみたら30分寝てた。今日3時間ぐらいしか寝てなかったから、どんだけかかるんだ。いや、ガチで重くて、死ぬかと思った。てか死んだ、普通に。いや、マットレス偉大すぎる。今日もう寝るの楽しみだもん。配信終わったらすぐ寝ようかなと思ってる。いや、誰か召喚できるほど、なんか、誰か召喚しても、なんかそのね、居場所がないのよ、今うちの家って。なんか、分かったんだけど、ソファーがないと本当にダメ。あのさ、前一人暮らししてた時はワンルームだったから、そのベッドがあればベッドに座れたんだけど、まあ、まずベッドがなかったのもあるし、で、今ワンルームとかじゃないから、もう部屋何もなくて、そのリビング的なところが。普通にうちさ、地べたに体育座りしてさ、テレビにかじりついてるから、そう、落ち着く場所がね、ないのよ。だからソファーが来てからじゃないと人呼べないなってなった。机もないから一旦昨日段ボールでね、ご飯食べてたんだけど、なんか段ボールって崩しやすくなるようにさ、あの、裏面をさ、こうグッて押したらさ、ほどけるようになってんじゃん、あの組み立ってる部分が。そこに器を置いたらさ、そこが沈んでさ、昨日すごい斜めになりながら食べてたご飯、崩壊寸前で段ボール。それでサマータイム連打見ながら、クソおもろいやんと思って。うちサマータイム連打の1巻の途中ぐらいまで読んだことあるんだけど、この漫画つまんなくねって思って切ってたので、アニメ化して、でなんかそれですごい人気みたいな。でもうち1巻の途中で切ったしなと思って見てなかったんだけど、もう暇すぎて見てみたら止まらんくてさ、クソおもろいやんと思って一生見てたわ、サマータイム連打。しかもさ、もうテレビがあることに感動してさ、もうテレビが楽しくて楽しくてテレビずっと見てたわ。おっきいやつ買ってよかったわ。なんか悩んだけど、うち画質を落としてでかいテレビ買ったの。ケチだから。本当は画質も良くてでっかいやつおすすめされてたんだけど、なんか高くねって思って画質めちゃめちゃ下げてさ、画質なんて全然わかんないからとか言って安めの買ったんだけど、でも全然わかんないしね、でかいのはいいしね、もう感動した。もうやめられん、普通に。ネットフリックスとかも全部見れるんだけど、フールとか。いや、言うて違いわからん。まあ、言うて違いわからんっていうか、すごいいいテレビ見たことないんだけど、うちの実家のテレビなんてやばいぞ、マジで。うちのパソコン画面ぐらいのテレビリビングに置いて見てるからね。アンバランスすぎてマジで笑える。うちのお母さんとかドケチだからさ、テレビ買ったらみたいな、新しいやつそんなに見るんだからみたいな。言うんだけどさ、いやでもあるしなーみたいな。これが壊れたら買ってもいいけどみたいな。めっちゃちっちゃいの見てんの、ずっとちっちゃいの見てたから、でかさに感動しちゃった。なんか反動ででかいの買っちゃったわ。実家のテレビちっちゃすぎて。特定しました。うん、いいよ、来て。なんかご飯とか、差し入れしてきてほしい。まあ、でも、吸音材買い足したから、うちの向き合ってる壁に、バーって貼ればいけそうだけどな。って感じはする。これどうなんだろう？変わんのか？変わるよな、多分。さすがに。あんまりさ、なんか、音の響きとか考えたことなかった。実家から出なかったから考えなかったのは当たり前なんだけど。考えたことなかったからさ、どうすんだろうってなる。吸音材って意味ある？なんか、調べたら、その防音材だけだと吸音しないから、なんか防音材は壁から逆に跳ね返して反響させるみたいな。だから防音材と吸音材を一緒に貼るといいみたいな。そう、だから吸音材を貼らないといけないよみたいな。ビネの家の吸音材えらいことになってる。あ、やっぱそうなんだ。じゃあいっぱい買うしかないな。いや、家具ね、そこそこ置くって思うじゃん。置く家具
がなくてさ、なんか、でもあれにしようかなと思ったんだよね、一回。パーテーション？パーテーションで合ってるよね。パーテーションのやつ買ってみようかな、みたいな。吸音材の、商店とかにあるやつ、商店の背景みたいなやつ。ああいう感じの、蛇腹みたいになってるやつ、でかい。あ、屏風。そうそう、屏風。おそらく邪魔になる。あ、まあ、でもこの部屋は別に何も置かないから、配信するだけだし、まあ、いいかなと思って。壁に置こうかな、みたいな。後ろの壁？あれめっちゃ高くない？まあ、そこは仕方ない。配信者だから。そこにお金をかけないといけないからね。あ、壁が前より近いのはある。前めっちゃ後ろに細長いかったから、部屋が。部屋が縦長で真ん中にいたから、うち。で、今、壁にぴったりではないけど、まあ壁に近いからっていうのもまあありそう。ボーン室にしちゃいなよ。いや、なんかね、ボーン室ね、できるだけ入れないでほしいって言われたんやな。多分傷つくからなんだと思うんだけど。なんか隣の部屋に抜けることマジでないから、置かないでほしいみたいな。できるだけ。で、自分で、その傷ついた壁だとか、床だとかのお金全部弁償するんだったら、まあギリ置いてもいいよみたいな感じで言われて、まあでも、そのオーナーの意向的には置いてほしくないみたいな。そうで、そもそもね、やっぱなんか、OK してくれるマンションがクソ少ないらしい。防音室。基本的には OK しないですみたいな。そう、クソ重いから、マンションにその傷がつくから、まあ、大体みんな嫌がってはいると思うけど、みたいな。だから、OK 出すマンションの方が少ないですね、みたいな。そう、だから、まあ、苦情来ること、ほぼないと思うけど、苦情来たら教えてくださいって言われて、わかりましたって言って。ビクビクしてる。もう苦情来たら一軒家買うわ、ローンで。そう、だから、まあ、遮音材、防音材買って、貼って、その上から吸音材買う、貼るか。みたいな。一応怖いからローン組めないと思う。多分ローン組めない。多分うちそんな叫ばないから大丈夫だと思うけどね。クソデカ声で叫ぶタイプじゃないから、これぐらいで喋ってる分には絶対抜けないね。壁厚いから。それ大パン聞きたい。あ、変わったわ。ちょっと待って、今ねドライバーとか上にあるからね、ちょっとうるさいね。ガチャってえぐい響き方。響いてる？嘘、響いてんだ。結構鈍いけどね。うちから伝わって、うちに伝わってくる音は。破壊のようになった。ほんと？ガンって感じ。嘘？そうなんだ。まあ、マイクアームが多分振動してんやろな、めっちゃ。うちに聞こえてる音そんなでかくないし、まあ、下にもダメージあるから、あんましたくないけど。どうなんだろう、上下の、あれって。うち、上の人の音聞こえたことないな。まあ、数日しかいないけど、まだ。てかね、人住んでるってぐらい、横も上も下も音しなくて、すごいね、寂しい。同じフロアの人にも全然合わないし。本当にこのマンション人住んでんのってなる。挨拶回りしたしてない。マジで音通らない。うちしか住んでない可能性ある。 うちもうちしか住んでないんじゃないって思ったの。したら今日さっき窓の外見たら初めて隣の明かりがついてたから、あ、住んでるわってなった。いたんやってなったわ。うん、一人じゃなくてよかった。配信者ばっかり説のあるかもね。Wi-Fi 繋ごうと思ったらさ、このマンションの人たちの Wi-Fi 死ぬほど出てきてさ、なんか聞いたこともないようなすげえ強い Wi-Fi あってさ、これで配信者じゃなくて使ってる人いんのかなって思いながら、自分のバッファローに繋いだ。トレーダーとかもいそう。あー、確かに。そう、周りが最強すぎ。多分うちより強いルーター使ってる人死ぬほどおる。